ラップをする KRS、ワンラップとは音楽手法、歌唱法の一つ。現律、リズミカルな演説、ストリートの言葉を組み込み、バックビートや伴奏など様々な方法で唱えられる。ラップの要素には内容、フロー、話し方が含まれる。ラップはインストルメンタルトラックの時間通りに実行されるという点で、スポークンワードとは異なる。 ラップはしばしばヒップホップミュージックと関連しており、ヒップホップミュージックの主要な要素ではあるが、この現象の起源はヒップホップ文化より先立っている。近代的なラップの最も初期の先駆けは、西アフリカのクリオの伝統である。それは、高頭伝承者や参加歌手が伝承や警符を広めるか、あるいは、称賛、または、個人批評のために恐るべき修辞的な技術を、 使用していた。英語では、ラップのことをライミング、スピティング、エンシーング、マキングとも言う。ラップをする人のことをラッパーや MC という。ラップはメロディをあまり必要とせず、似た言葉や語尾が同じ言葉を繰り返す、韻を踏むのが特徴的で、交互に近い抑揚をつけて発生する。曲の拍く感覚に合わせる方法と合わせない方法がある。 ミクスチャーロックにラップを取り入れたものは、ラップメタルなどと呼ばれ、上記のラップミュージックとは区別される。レゲーにおける DJ が行うトースティングはよく似ているが、抑用の付け方が異なる。トースティングは独特のメロディを付けることが多いという、違いがある。普通の歌のようにメロディを付けたものや、トースティングのような抑用の付け方やメロディのもので、ラップと呼ばれるものもある。 ラップのスタイルはラッパーがどのような手法を得意としているかにもよることがある。ラップ、ヒップホップとハウスミュージックを合体させたヒップハウスも存在した。ヒップハウスのグループにはツインハイプなどがいた。元は擬音語でトントン、コツコツといった物音を意味する。心霊現象の一つであるラップ現象はこの意味である。俗語としては様々な意味に転じたが、 黒人英語では、おしゃべりや、会話という意味であり、そこから、しゃべるような歌という意味に広がった。誕生の場は1960から70年代、アメリカ・ニューヨークで見られたブロックパーティーだと言われるが、古くはアフリカングリオにそのルーツが見られ、マルコム X やキング牧師といった政治的指導者のスピーチも大きく影響を与えている。モハメド・アリのインタビューなどで見られた言葉遊びによって、 より広まったと言われる。レゲエにおけるトースティングにも影響を受けていると考えられており、トースティングがレコードに収録されているインストゥルメンタルに乗せて行うように DJ がプレイするブレイクビーツに乗せていったのが初期のラップの形だと考えられている。あらかじめ用意した歌詞ではなく即興で歌詞を作り、歌詞とライムの技術を競うフリースタイルもある。また、 ラップするものを意味するラッパーは、1979年、ファットバックのキングティム3や、シュガーヒルギャングのシングル、ラッパーアッツ・デライトが話題になってから広まった故障である。人によっては、この故障を嫌がる者も,もいる。彼らは、ランディ MC が名付けた MC という故障を使用する。ヒップホップ発祥のアメリカでは、ニュースクール世代以降の世代が、ラッパーという故障を普通に使っている。 日本でも若い世代には定着しており、MC ではなく、ラッパーを自称する者が増えてきている。1981年、ブロンディはシングル、ラプチュア、EN の中で、感想部分にラップを取り入れて、ビルボードい、日本のヒップホップミュージックについては、日本のヒップホップを、参照1980年代以降、ヒップホップミュージックの流星に合わせ、近田春夫や伊藤聖光らにより、 日本語によるラップの試みが行われ、度胸をベースに日本語で応印する技法が使用され、次第に広まりを見せた。1982年、小林和也率いるザナンバーワンバンドが噂のカムトハワイで広島弁ラップという試みを行った。1984年には佐野元春がリリースしたシングルコンプラケーションシェイクダウンでラップへのせまた同年。 ブレイクダンスを導入した風見慎吾は一部ラップも取り入れた。以後ラップは J-POP など日本のポピュラー音楽にも取り入れられる手法となった。イーストエンド有利の D-A-O-N-E はポップすぎるとはいえラップ曲としてヒットさせることができた。一方でラップの歴史が長くなるにつれマンネリア行き詰まり閉塞状況が生まれ、 日本語ラップの一部にも変更した思想や差別などのネガティブな傾向も現れるようになった。日本人アーティストによるラップは日本語によって行われることが多い。しかし、日本語は英語とは文法や発声法、音韻が大きく異なる。そのため、日本語のラップはしばしば統治法や艦隊区などの習字技法や半韻や多重韻、英語風の発音が使用され、 しばしば喋り言葉とは、かけ離れた、語調、文体となる。近田ハローなどは、この日本語のラップにおける不自然な日本語に対し、否定的見解を示している。一方でマミー・ D などのように、日本語のラップが既存の日本語詞とは異なる、表現技法や史上を開拓した点を、肯定的に捉える意見も存在する。音楽評論家中村東洋は、幕末に流行した芸能、 アホダラ行が日本語ラップの源流であるという見解を示している。主なものを取り上げる。ありがとうございます。